あなたの心に火をともす、東洋思想及び神道研究家の芳賀ひかるです。今回は神社チャンネル大人気ゲスト、及川幸久さんをお招きして、ふつまの道、特にアメリカ大統領選にぴぬー、ま、とは一体何なのかということを掘り下げていきたいと思います。間、ま、と聞くと、なんかちょっと怖いようなイメージ持たれる方多いと思いますが、 私たち日常生活の中には、この間というものが潜んでいる。心に間が差したとか、もしくはタイミングが悪いことを間が悪いと言ったりする。それによって運が悪くなる。もしくはそれによって不運不幸になってしまう。ね。 世の中のですね、この経済であったり、会社であったり、もしくはこの政治の世界にも、間というものは潜んでいて、これが何か世の中を狂わせている、もしくは誰かを不幸にしている、みたいなことがあったりするわけなんです。で、今回の大統領選も、そういった力が見え隠れする。そういった力と戦っていく必要がある。じゃあ、一体間の正体と、何なのかということを、及川さんと、 ユニワ塾の方で掘り下げておりますが、その一部、今回ですね、表で公開させていただきます。なので、えー、非常にですね、今、日本人、本当にこの知るべき内容となっておりますので、ぜひご覧になっていただけたらと思います。そして、日本人は古来から間を払うということを行ってきた。じゃあ、間を払うって一体どういうことなのかということも、このユニワ塾のコーナーで掘り下げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではご覧ください。どうぞ。 えっと、先週なですか、8月の29日なんですけど、うん、今、アメリカ大統領選挙。はい。で、民主党側がバイデンからカマラ・ハルスに変わったっていうことなんですけど、うん、この意味ですね。はい、この意味。うんうん、この意味について、普通、アメリカのメディアなんかあの変わったっていうだけなんですけど、うん、トランプさん自身がやっぱり鋭くこの意味を見抜いていて、で、 8月29日のミシガン州での,あのラリーで話していることがあって、それは2024年アメリカ大統領選挙は共和党と民主党の戦いじゃないんだと。そうではなくて、これは共産主義対自由の選択なんだと。共産主義と自由の選択。これが 2024年アメリカ大統領選挙だったと。たと言ってましてね。で、その理由は、まずカマルハリス。はい。カマルハリスが、その直前に民主党の大,大統領候補としての公約を発表したんですね。はいはい。で、それが、まず一番目玉が、今のアメリカの最大の問題はインフレなので、うんう,んうん。で、それに対して、物価のプライスコントロールをやると。 で普通のアメリカ人はあそうなんだっていうだけなんだけどうん、うん、共産主義を分かってる人からするとこれはまさに共産主義共産主義そのものなであなるほど、はいはい、プライスあの政府が物価のプライスコントロールするってことはもう資本主義をやめるってことなんでで、まあ、ここであのカマラ・ハリスっていうかそのバックっていうかねの 正体がもろ出てきた。それから、医療保険。はい。まあ、もともと、オバマの時にオバマケアってのをやったわけですけど、これがまあか、完成してるわけではないので、この、納税者が費用を完璧に負担する医療保険を実現すると。はい。これを言い出したわけですね。これも、ま、これ,うん、これもまさに共産主義の発想。で、で、まあ、この、 カマラ・ハリスが打ち出した大統領選挙の公約、独自の公約。これを見ると明らかにバイデンと違う。バイデンはそうは言ってもまだリベラルっていうか左だったんですけど。うんうん、カマラ・ハリスは完全な共産主義者。あ,<ー>あの、トランプはマルキストって言ってましたね。<ー>マルキストだと。で、そのハリスが選んだ副大統領候補。うん、はい。ティム・ウォルツっていう男。うん。ものすごい共産主義者ですね。 もう特にこの人はあの中,国中国共産党崇拝ですね中国共産党に30回以上行って大学かなんかで教えてたんですよねでそこで教えてたのは中国共産党型の国家のあり方が正しいんだってことをずっと教えてただから、まあ、まあこの人も筋金入りの丸騎手とそれが今回のアメリカ大統領選挙で 候補者になったって、民主党の名前を借りて出てきたっていうね。はいはい。そこをトランプが、あの、見抜いて指摘してきてるんですね。うん、先週、先週ぐらいからね。はいはい。で、私はね、これがね、今回のポイントだなと思ったんですよ。というのは、共産主義と悪魔崇拝。うん,うん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 。これが、まあ、宗教的、まあ、スピリチュアルな視点で見た。はい。はい。 共産主義の正体だと思うんです、ね、ああ、それどういうことでしょうかね。あのね、まあ、特にキリスト教のスピリチュアルな人たちの間では、昔から共産主義っていうのは、はい、これは悪魔崇拝なんだと、はっきり言っ,て言っていたんですね。あんまりこれ、うんこの、この説は種類にはなってないんですけど、えーで、で、この時の悪魔崇拝の定義は何かというと、悪魔の神に対する すさまじい憎しみです。ああ、はいはい、はい、だから、神への信仰っていうものの反対は何かうん、うん、それは、無信論とかね、無関心とか、ではなくて、神への信仰の反対は、神に対する憎悪なんですよね。あの、別の言い方をすると、神への反逆。はいはいはい。かつては、まさにルシェフェルが、 うん、それだったんですけどそのルシフェルを、えー、崇拝するのがサタニズル悪魔崇拝であのマルクスって,天っていうことですねもともとだから天使だったのが落ちたと、うん、で、えー、その落ちた天使たちを祈る集団がルシフェル信仰っていうのは本当にあったっていうことですよね それにあの、カール・マルクスっていうのは、まさにそれに関係していて、<う>まず神に対する憎しみ、それを込めたあの思想っていうのが、はい、マルクスの根底にある<ー>でその。で、マルクスの根底にあるっていう、これはマルクスの研究者たちの意見なんですね。だけど、マルクスのがそういう、それをこういろいろ思想として。 えー、本とかに残してるのがたくさんあるらしいんですけどそれ表に出てないって言うんですよ。で表に出てる資本論とかそういうのにはそういうの全然そんなん出てこないですね。だからあのマルクスってのは全然そんなそんな,なんか悪魔崇拝者みたいには思われてないんですけどはい、はい、共産主義を生み出した、はい、あのマルクスの本質は、うん、悪魔崇拝であって。 あで,で実際にあのその後ソ連共産党からいろんな共産主義の国々がこう党を中心にできていくんですけどそこで悪魔崇拝っていうのが公式に認められて行われたらしいんですね。うん、ほうで逆にキリスト教は犯罪になってっそういった国においてってことですか、ね、共産主義圏では。共産主義の国においてキリスト教が、うん、犯罪になってった。 これをあのこの辺のところを研究してたあのキリスト教の学者とか牧師とかは何人かいるんですよ。だけどまあキリスト教ってはなかなかこう悪魔のことはあんまりはっきり言いたくないので怖いからみんな怖がるのでだからあのキリスト教神学の主流には絶対出てこないんですけどそれどころかキリスト教神学こそ 内部で悪魔数回数拝っていうか共産主義がはびこっていた。まあ、そ,のその代表が、まああの南米で広がった解放の神学ってやつです。南米のカトリックの信徒があの共産主義をキリスト教に持ち込んで、キリスト教的共産主義っていうのを作り上げて、へ<ー>それがまあ解放の進学っていう。 えー、それは一種の宗教団体的なものとしてアメリカで広がった、うん、まあ、一種もですね、あくまでもカトリックですから、はい、カトリックのない,い,、はい、なるほど、なるほど、なるそれは従来のキリスト教とは違うんでもう、も、うん、新たな宗教組織みたいな感じにはなっちゃいますよ、ね、そうですね、そうですね,ね<ー>。でもね、ここにあるのは、やっぱりあのさっきのカマラ・ハリスのねあの、物価は政府がコントロールして、人々は苦しまないように。うん で、えーまあ、病気になったら、政府が全部お金を出して、じゃあそれを、そのお金は一体誰がカバーするのか、うんうん、その物価のコントロールのお金は一体どこから出るのか、結果的に納税,納税者が、つまりあの富裕層が負担し、そうで,すね、でもそれが分からないように進める、まさに今日、ソ連で失敗した共産主義そのものなんですねうんなるほど。 で最終的にこの行き着くところは、まあ、国家の破綻でありね国家の破綻でありであのそれが人々の餓死に当たり、うん、あの戦争にもつながりっていうねさ、うん、まざまな人類の不幸を生み出す元になっていくそれこそが悪魔の狙いなるほど だからこのアメリカ大統領選挙っていうのは、あの、バイデンが突然降ろされて、ハリスになったっていう、これまさにアメリカが悪魔崇拝の国になるかない、ならないか。なるほど。そう。いや、アメリカ人が無意識のうちに悪魔崇拝を選ぶのかどうなのかっていうね。その選択だだなんだってことを、 トランプは言いたいんだろうなというふうに私は理解しています。なるほど。えっといろいろとお話を伺って、うすごく思うところがあったんですけど、うん、えっとまずその共産主義っていうことに関して言うと、うん、えっと例えば中国で言うと、ええー、1960年代とかに、うん、反動が現れ、うん、でそして愛知の中国が モノタクトを中心とする内戦ラインナー状態みたいな感じが起きて文化大革命ですね。うん、であのこの時になんでこの話があのしたかっていうと中国にいた伝統とか文化を継承してる人たちが結構中国を逃げて台湾に行ったっていう話があるんですね。うん、で私がその師匠から継承した占いっていうのは。 いわばそのの台湾経由でできたものなんですよ文化大革命の時に中国<ー>だから占いのロジックっていうのは基本的にはやっぱり中国から来てるロジックなので、うんうん、これも台湾に行ったと、うん、そして台湾に逃げた占い師から私の師匠が継承して私を受け継いでるっていうのがああったりするんですね。うんうんうん でもなんでやっぱ中国であんなこと起こったのかっていうとやっぱ文化大革命という共産主義革命的な、うん、暴力革命的なものを起こそうとして、うん、その中で中国が大混乱になっていくっていう、うん、あの時に中国はかなり伝統的なものをまさに占いをは,はじめとして破壊してしまったっていうことがあるっていうのは聞いてるんですね。でしょ伝統的なものとか文化的なものを破壊するっていうのは本当に悪魔の所業で。 で日本に入ってきた、まあ、共産主義勢力っていうものもあってでそれがば日本の赤軍であったりだとかもしくは、まあ、1995年日本においても日本の赤軍のみならずそういった東大論争みたいなものがあっていわば彼は暴力革命的なものを起こそうとすることによって、うん、日本を変えようとした共産主義国家にしようとしたっていうことですね。彼らからかすると 皇室なんてものは朝廷なんていうものは壊してしまいみたいなものはあって <laughs> 神社なんてものもいらないしって言ったような、うん、破壊的なものにやっぱりつながっていくっていうのはもう歴史が証明してるんじゃないのかなっていうのはまあ思うところなんですね。でなんでしょうその鎌,田ハマ鎌田ハリスさんの言説を聞いてもそうですし。うん 結局、その共産主義的なものが何が良くないのかって、ま、根底にあるその怨念というか、恨みのエネルギーみたいなものが、中国にもう渦巻いてたと思うし、日本にも渦巻いてただろうから、そういった恨みのエネルギーっていうものと共産主義的なものが結びついた結果としての、なんかそういった現象ってあって、ま、日本では別に政権転覆するとか、1960年代においてそこまで破壊的な活動っていうのは、ま、中国に比べると全然ましだったっていうのは思うんですけど、 そういういのはあるんじゃないいののかななっっていうのは思ったところんでしょう結局共産主義的なものの問題点って何かっていうと、まあ、カマラハリスさんもそうなっちゃそうなと思うんですけど人間が例えば価格をコントロールできるっていうね人間が何かこう頭の中で描いたものでこの社会とか世の中をコントロールしていくっていうところがやっぱりこう共産主義的なものすごいやっぱり根底にあると思っていて。その通りですね。で 神への信仰って何かっていうと、いや、人間の力でコントロールできないものがあるに決まってるよね。だから、伝統とか文化とかそういったものは受け継ぎながら、都度修正していくっていうのが、まさにこう、保守しそうだと思うんですね。うん。うん、それは。 だから、うん、そのカマラ・ハリスさんが言ってるような、物価をコントロールするっていうんですよ。もしコントロールできたら、本当にまあ、とんでもないことだし、まあ、うんうん、現状のアメリカにおいて、そんなことをもしやろうとすると、暴動起きるんじゃないのかって思うから、うんうん、アメリカにおいてね、本当にまあ、もうまさに内戦内乱状態になっちゃうんじゃないのかなっていうことは、ちょっと思いますねそれ。もしそんなことを本気でやろうとするもんならばですよね。というのはちょっと思うところではありますも。 共産主義ってのはやっぱ必ずその国の伝統とか宗教とかを壊しに来る。で、確かに今言われた通り日本はそんなあの政権転覆とかね。そうですね。起きてはいないんですけど、うん、でもやっぱり日本、日本の長い歴史の中で継承されてきたものが結構壊されたんじゃないかと思うんですよね。うん,うんうんうん。まあ特に、特にやっぱり まあ愛国心なんかもそうかもしれないし。まあそうでしょうね。まあ左派的な教育っていうのは戦後入ってきてるでしょうから。うん、そうですね。で,すねで、あとやっぱり、あの、家庭とか家族に対する考え方。ああ、はいはい、ね。これも、なんかもう、家庭家族の絆っていうのは分断されてね。戦前あった教育直後には、夫婦のあり方、兄弟のあり方、親子のあり方、な家族のことばかりなんですよね。うんうんうん でそんなすごいそんなのはそ,そんな基本的なことが書かれているでそれをあの国民全員が教わるようになってる、うん、でこれは日本の長い歴史の中でそうするそういう生き方をすることが幸福につながるんだっていう日本の歴史が生み出した幸福論だったと思うんですよ。でもそれを見事にあの、うん、失わせてる。 それを復活すようなもんだったら軍国主義の復活だっていう風にそう、ね、<laughs> 持っていくようになってるっていうね、うん、だからあの共産主義的なものってあのなんか共産主義者っていう人たちがなんか明確にいてねうん、うん、その人たちがなんか戦略的に進めてるっていうよりも、うん、やっぱなんかね目に見えない目に見えない悪魔が、うん、あの気づかないうちにいろんなものを壊してってるようなね うんうんうんなんかそういう恐ろしさを感じますね確かにでも根底に何らかのその権力者であったりだとかうん、うん、今までの社会に対する恨みみたいなものがやっぱりあるからそうなってしまうのかなっていうのはやっぱり今お話を伺っててもやっぱ思ったところで、うん、日本の場合多分先の大戦のあり方に対して恨みを持って生き残った戦前の指導者たち、はい、うんうんうんそうですねうんこの人たちの恨みと それとまあ G.H.Q. から入ってきた共産主義的なもの、社会主義的なもの、うんうん、これが波長があったんでしょうかね。うん、あのそうでしょうね、うん、そうですね。うん。ただなんか日本人の場合、うん、根本的にはあんまり恨む他のやっぱり国に比べたときに、うん、恨まない人、に民族性ってとあると思ってるんですね。うん,う,んうん。<笑><笑>ただやっぱ自然が豊かだし、うんうん、地震が来るし、台風来るし。うんうん もういろんなものがやっぱりなんかこう自然災害がしょっちゅう来るおかげによってなんか払われていくみたいなところはすごくあると思っていて、うんうん、んだから何でしょうね、うん、それはもうなんか恨みみたいなものが蓄積しにくいっていうのはそれはもうなんか海外のユダヤ教とかなんか諸々の宗教とか見ててもなんかすごい本来取り戻すべきなんか国民性なのかなっていうのは思いますねそれは僕は。 まあそのユダヤ,ユダヤ教のユダヤ人の歴史がね旧約聖書にあるとしたら、はい、もう旧約聖書なんか見てると、もうなんかもう戦争の戦争に次ぐ戦争で。戦全な恨みの歴史ですよね、ねあの旧約聖書とかは特に。うん、ねで戦争でやられた民族はその恨みを今度は晴らさなきゃいけないっていう、もうあのものすごいですよね。だけど、うん、だけどやっぱり日本の日本の神話には、 そんなあの恨みによってやり返すっていうよりも。うん、戦争で戦って。いや、負けた相手に対しても、礼を尽くすし。はい,は,いはい。はい。はい。あの、やっぱり長い目で、調和する方向に持ってきますよね。そうですね。だから、それがまあ日本の場合。まあ、もし、国をなんでしょうね。 なんか争いがあって、うん、他の国を滅ぼさなきゃいけない状況があったとしてもちゃ、うん、んと相手の神様を残すとか、うん、神社を残すっていうふうにして、うん、で鎮魂するっていうのが本当にこの日本人のやっぱり思想のコンビニーあると思いますねこれはねちょっとねあの欧米にはないんじゃないかと思うんですよ、うん、ああその発想が。うこれはねちょっとね分かんないところがあるんですけど。うんうん レクイエムっていうじゃないですか。うん、レクイエムは日本語では鎮魂かっていうじゃないですか。うんうん、これはやっぱりなんでしょうね。なんか日本の鎮魂とはイメージが違うもんなんでしょうあくまでも同胞の鎮魂であって。ああ、なるほど。戦った相手とかね。<laughs> な,るなるほど、なるほど。に対してなんか全くないですよね。なるほどね。それはなさそう。なるほど。だからね、その辺がね、うんまあ、まあ弱肉強食の世界。 と言ってししまえばそうなるかもれあのだけどやっぱり私は日本人の素晴らしさっていうのは、うん、この部分にあると思うんですよね。そうですね、うん。だからやっぱり日本,日本の精神っていうのが世界に広まっもし世界に広まったらうん、うん、やっとこの地球が平和になるんじゃないかなって。うんうん、今羽賀さんが言われたその恨みっていうのをもう消化していくから。 年末に僕ら毎年大宮神社に最近参拝して,て、うん、今年も参拝するんですけど、うん、大宮神社ももともとやっぱり出雲系民族国つか系民族を務めてた場所で,<ー>でそれをやっぱり後々来た権力者といいましょうかそういった人たちが取ったんですね。うんただ もともといた神様はしっかりちゃんと残しているし、うん、神話としても残しているし、うん、古事記にも書いてあるし、うん、そこは本当にちゃんとなんでしょうね、うん、しかもなんでしょうねその多くクニが悪い神様にならないように、うん、ちゃんと立てた表現で書かれてるっていうところが、うん、やっぱり日本人らしさとしてあるのかなっていうのは思いますね。ななるほど、ね、なるほほどど あのそういう信仰とかね、伝統っていうのがある国と、はいはい、一方で、その全く真逆に、うん、サタニズムっていう信仰とか伝統が、まさにずっとあって。うん、恨みってことですよね、だからサタニズムの根底にあるのが。このまさにあの天使の神に対する恨みですから、ものすごいことですよね。あの天使ってのは 神一番近いいところににたはずなのにだからこそ神に対して執妬し、うん、神に対して像を描く抱くっていうねその思想っていうものがそれがパワーとなってそのパワーにアクセスしてそこからパワーをいただくっていうのがサタニズムらしいんですよ、うん、はいはい、はい、いや俺すごい信仰だなと思ってねすごいですねそれは、うん、でそのそのサタニストっていうのがまあ まあ、あの歴史上表にはあまり出てこなかったんでしょうけどずっと、まあ、引き継がれてきて、うん、でマルクスっていうのはこの当時サタニストの思想家たちとの出会いがあったって言われてますねだからそこから影響を受けたみたいなねへえ<ー>、うん、だからやっぱり根底に、うん、さっきあの羽賀さんが根底にって言われてまさに根底に見えないけど 根底にそういう恨みとか憎悪みたいなものがあってその憎悪っていうのは悪魔が神に対して持っていた思いと波長が合うんですよね。うん、うんなるほど。なるほどね。これね、うん、ただ多分個人レベルで考えた時でも、うん、人生の中で。 ままず自分を恨まないよよううにすするは大事だと思うんですよねそれこそイエス・キリストなんですよ、うん、これは本当に何時、うん、の隣人を愛せよ右の方を打たれたら左の方を差し出せっていう、うん、まさにこう旧約聖書っていうユダヤ教の歴史は、うん、その前からやっぱりこう迫害された恨みっていうものが、うん、それこそバビロン保守とかも典型的にそうであるように、うん、そういったユダヤ人の歴史っていうものが恨みによって綴られていった、うん、だからこそイエス・キリストはもうユダヤ人ですよ。うん 許せと、愛せと言ったっていうのがやっぱり新約聖書としてキリスト教の始まりだったと思うんですね。でしかし結局やっぱりキリスト教ともやっぱり恨むようになっていくというかイエス・キリストの教えと言えるのかっていうことをやるようになっていくいうのは後々の歴史ってすごくあると思いますね。あと同時にでもこれさっきの及川さんこの対談前に喋ってたこと若干つながってくるんですけど恨まれちゃう合があるわけなんですよ。恨ままれすね 恨まれたくなくても恨まれくなてもまれることはどうしてもありますよねでこれは本当、うん、厄介な問題で恨まれてしまう場合っていうのはやっぱりそのエネルギーを受けるのでそれは体調不良であったり精神の不良となって現れるっていうケースは、うん、僕はやっぱり僕も及川さんも見てきてすげえあるかなっていうの、うん、この対談前に初めてだので,たで、うん、雑談がてらとして。うんうん、だからこそ、うん 人生きてやなんかやっぱ恨んだり恨まれたりってあるから、うん、なんか霊的なものを学んでいくっていうところで森田、うん、さんもそういった霊的な学びをされてきたし、うん、私も私も極楽寺から教わってきたしっていうところでの共通項から今回のテーマにつながってきてるなっていうのは思いますね、うん、それは、うん、全くそうですねちょっとその恨み恨みの話で、はい、ちょっと霊的な実例いきましょうかねじゃあ,あはいお願いします <laughs>、はい うん。まあ、これ、あの、まあ、ユニア塾の,の中であればね、話していい話だなと。大丈夫です、限定です。はい。ええ、どう思うんですけど、はい、悪魔との戦いってのは真剣勝負だなっていうのを体験しましたね。だから悪魔ってのはなんかすごく、はるか遠くにいて、イエスだとか、そういう大物だけ相手にしてるんじゃなくて、結構我々相手にされてるんですよね。狙われてるんですよね。そうですね、ええ、本当に。ええ、ケネディ暗殺はよく CIA がバックにいたんだと。 うん、いうふうに言われるけど CIA だけではないかもしれないとトランプ暗殺があったで、はい、ここであれ、はい、と思ったのは、うん、もしかしたらトランプ暗殺の背後に、うん、全くこんなシリ合いがあるのかも。な